おはようございます。京天幕です。まあ今までドラコイ鑑賞を王子と匠くんにこう手伝ってもらって盛り上げてもらったので、今回はお礼も兼ねて王子がドライブしたいってこの前言ってたので、一緒に3人でドライブが行けたらなっていうふうに思って。どこに行きましょうか。ドラコイの場所に行きたいみたいなことはこの前匠くんとか王子も言ってたから、そこ関連のはちょっと案内したいなっていうふうに思いますね。ちょっとあのお礼って言ってるけどかなりハードスケジュール。フォスファミ。午前中はじゃあそのここでこんなことがあったよみたいなのを紹介しつつ回れたらなっていうふうに思ってるんですけど、午後からっすよね勝負は。あ、違うか、午前中も勝負だけど、何がしたいんだろうな。みんな王子が釣り好きって言ってたし、匠くんは、匠くんって何が好きなんだろう。そんなに自然とかにもなんかあんまり俺は別にみたいな感じだと思うんですよね。匠くんにうわーって思ってもらえるところにしたいな俺。まあ、王子はもうちょっとどうでもいいから結構撮影中は千葉の美味しいものを食べたいみたいな。あ、基本はあの稽古場に食堂があって、そこでなんか毎回違う料理が出てきて食べてたんですけど、オフの日とかは道の駅みたいなとこがあるんですよ。こういっぱいご飯屋さんがあって海鮮丼とか食べてました。海鮮丼いいじゃないですか。海鮮丼にします。みんな食べれるかな海鮮。なんかバレないように LINE で魚と牛どっちが好きみたいな、なんか謎の質問をするとか。あ、もしもし。どうした？たくみんさ、なんか美味しいとこ知ってる？お店？なんか魚かお肉とか言ってなんかさ、おすすめのとこない？いや、なんか友達とさ、行こうと思っとってさ、そのドラコイメンバーでどっかご飯行こうみたいな話になっとって。え、なんかみんな知ってそうなの知らんの？いや、だってみんな、なんか絶対みんなより知らねえだろ、これいや、俺最近自炊するからさ。ああ、そうか。え、肉と魚やったらどっちが好き？肉か魚だったら肉の方が好きだけど。じゃあ肉で、なんかあったら教えて。それの知ってる情報はないそうか、オッケー。じゃあ、ありがとう。やっぱ俺大丈夫かな、全然うまく いった自信がねえわ。おじ、遊ぼうやって言って、でもこいつでもサウナしか言わないんですよね。あ、出ないわ。まあ、おじはまあ、おじはまあ普通に肉で、じゃあ肉で探しますか。あ、バーベキューでもいいか。あ、バーベキューいいっすね。まあ、ちなみにアウトドア、インドア。普段はインドアかもしれないですけど、でも旅行とかは好きっす。絶対漢字とかするタイプじゃない。そうですね、わかりましたもう完全に慣れてないっすねいつもお任せしちゃうタイプなんです。人生初漢字。仕切ることには無縁な人生を過ごしてきました本当に。多分ドラコイ見てる人は分かると思う、立ち回り的にでも全力で楽しみますよ。 24F4 24 24、要はお肉食べたいだけですもんね。パソコン俺使ったことない。検索の仕方は？あ、検索はさすがに分かりますよ。そんな稽古場の場所から近い。稽古場行って多分すぐお腹空いてると思うから、そこに近いところがいいから。これやこれなんて読むんや。お肉、お肉ほらいっぱい出てきましたよ。ここや。てかこれ俺らが行ったとこじゃないですかこれ。ドラクエの多分俺が海鮮丼食べたって言ってますねじゃあここでここにしましょう。いや、でもいっぱいあるんで、お店ここでお昼はこうパワッて済ましましょう。炭火焼きもあるし、ここにしよう。これ、決定。
さあ、午後にどこに行くか。同時が電話出ないか。千葉でさ、海釣りって調べてみて。あ、そうだ、王子が面白い、あれっつってた。千葉海釣り。オッケーオッケーオッケー。あ、本当のガチの海釣り。ちょっと王子から来たかな。来てないな。素人でも安心みたいなとこいいですよね。じゃあ、千葉海釣り素人で調べたらいいんだ。あ、たたたたたた。あ、これいいじゃないですか。初心者大歓迎、手ぶらで OK、 レンタル釣り竿でのんびり海釣り体験90分コース。あ、いいじゃないですか。これでみんなで勝負しません？誰が釣れるか。あ、じゃあこれにしましょう。たくみくん、でも俺のミッションの中でたくみくんのテンションを上げさせるっていうことなんですよ。上がるかな、これ。王子しか上がらないような気がするんだよな。今回の旅のメインですか。そうですよね。でもよくよく考えて、稽古場行って、海見て、でご飯食べて、また海に行くんですよね。ちょっと海多すぎますよね。釣りやめよう。釣りやめます。ごめんね、おじ。考えたってことだけはちゃんと動画に収めてるから。おじ、ごめん、ごめんな。釣りはな、また今度行こう、二人で。まあ、あと場所というより、なんか三人で何かしたいことってない？ボルダリングしたいですね。たくみくんがボルダリングにハマってるらしくて、ボルダリングしないって誘いのあれが来るんですけど、もう1年以上俺らスルーしちゃったので、たくみくんのボルダリング力みたいなのも見たいし、そんなにあの人がハマる、ゲーム以外にハマるってことはきっと何かがあるんだろうなっていうふうに思うから、千葉ボルダリングで探してみよう。あ、これはいいかもしんない。千葉ボルダリング。いっぱいある。いいっすね。ボルダリングにします。王子もやりたいって言ってたし、天気も関係ないし。あ、もうこれは絶対上がるわ。たくみくん、そうしよう、そうしよう。いいっすね、おもてなし感出てきましたね。でしょ。ですよね。で、ラーメンかなんか食べて帰れますか。とボルダリングの後に行けたらゴーカート乗りたい、個人的に。いや、多分王子もこれ好きなんだよな、絶対。一緒だから俺と。これ絶対楽しいじゃないですか。ちょっとこれ見ていいですか。いや、もう俺これ大好き、こういうの。本当に。え、なんで俺ですか。ちょっとこれ 3,4 歳が乗るようなやつじゃないの。ボルダリングからのゴーカートめっちゃハードで行こう。したら絶対ラーメンが美味しくなるから。で、その戦いでもうさ、負けたらおごる。あ、ラーメンおごりましょう。あ、そうしましょう、そうしましょう。あ、いいっすね、じゃあそうしよう。じゃあ、決まった。午前中が稽古場でドラコイ巡りで、ご飯をこの水産で食べて、ボルダリングを授業を受けて、で、ゴーカート対決して、負けた人がラーメンをおごる。完璧ですね。そうしましょう。あ、もうできたわ。絶対好き、3人とも。喜びますかね。絶対喜ぶ。あ、もうこれ俺自信あるわ。すげえ自信あります俺これ。できましたね、プランが。完璧かもしれない。ホワイトボードに行こう。ドラコイ巡り、海鮮丼、ボルダリング、ゴーカートで3人対決して、よし、これですね。人生初の感じで3人、2人を楽しませることができるのかっていう、でも自信はあります。任せてください。多分結局たくみくんが仕切ってる未来が見えるんですけど、まあでもプランを僕が決めたんで多分大丈夫だと思うんだけどな。たくみくんは多分ここで上がります。で、王子がここで上がります。オッケー、もう完璧ですね。じゃあこれで楽しい日帰りドライブができたらなっていうふうに思います。まあ、皆さん見ててください。僕が幹事としてしっかり2人の心をつかみたいと思います。お楽しみに。